インターロイキン -17 は炎症促進性のシスチンノット型サイトカインのファミリーである。これらはス十七細胞と呼ばれるヘルパーテー細胞集団によってイル -23 刺激に応答して産生される。ス十七細胞は1993年にルビエ、ラによって同定され、血種類の T 細胞ハイブリドーマからイル 17A の転写産物が単理された。 イル 17A 遺伝子によって高度されるイル 17A タンパク質は、イル -17 ファミリーの創設メンバーである。イル 17A は、T リンパ構成、ラジノウイルスヘルペスウイルスサイミリのゲノムに高度される、イル -17 様タンパク質と高い相造性を示す。月種類のイル 17A はクトラ8と呼ばれることもある。生物学的活性のあるイル -17 は、 I 型細胞表面受容体 l ル -17R と相互作用する。l ル -17R には少なくとも3つのバリアントが存在し、l レール -17-RB、イ l -17RC と呼ばれる。l ル -17 は受容体へ結合した後、いくつかのシグナル伝達カスケードを活性化し、ケモカインの誘導を引き起こす。これらのケモカインは、 化学誘引物質として採用し、探求や好中球などの免疫細胞を炎症部へリクルートする。一般的に上述したシグナル伝達は病原体が体内に侵入した後に行われる。炎症促進に際して、イルマイナス17は主要エシンシやイルマイナス1と共同する。さらにイルマイナス17シグナル伝達の活性化は、 感染など様々な自己免疫疾患の病院としてもよく観察されている。イル -17 ファミリーは人では、L 17 A L、17イル -17A、イル17倍とイル 17C、イル 17E、イル17階、e、から構成される。イル 17E はイル -25 としても知られる。イル -17 ファミリーのメンバーはすべて類似した構造を持つ。タンパク質の配列には コードに保存された4つのシステイン残器が含まれている。これらの保存されたシステイン残器は、タンパク質が正しい立体構造を取るために重要である。イル -17 ファミリーのメンバーは、他のサイトカインとの優位な配列相当性は見られない。イル -17 ファミリーの中では、イル17階のアイスホーム1と2が、最もイル 17A との類似性が高く、L、イル十七倍と、 イル 17D、イル 17C、イル 17E と続く。哺乳類の間では、これらのサイトカインの配列は、高度に保存されている。例えば、人とマウスで対応する、タンパク質間の配列類似性は62-88%で、ある。イル -17 ファミリーのサイトカインには、多くの免疫調節機能が報告されており、それらの機能はおそらく多くの、 免疫シグナル伝達分子の誘導を介したものである。イルマイナス17の最も特筆すべき役割は、炎症促進応答の誘導と媒介である。イルマイナス17は、多くの細胞種で、他のサイトカインやケモカイン、プロスタグランジンの酸性を誘導する。またイルマイナス17は、イルマイナス22とともに、ケラチノサイトでの抗微生物ペプチドの発現を誘導する。 イルマイナス17は、軌道のリモデリングなど多くの機能を引き起こす。こうした役割の結果、イルマイナス17ファミリーは、関節リウマチ、全息全身性エルテマ等です。同種移植の拒絶反応、高腫瘍免疫など、免疫、自己免疫と関連した多くの疾患と関連付けられている。さらに、感染、多発性硬化症。 脳内出血と関係していることが示されている。人のイル 17A をコードする遺伝子は1874円基体であり、CD4T 細胞からクローニングされた。イル -17 ファミリーのメンバーはそれぞれ異なる細胞発現のパターンを示す。イル 17A とイル17回の発現は活性化された T 細胞の小集団に限定されているようであるが、 炎症時にアップレギュレーションされる。EL17B はいくつかの抹消組織と免疫組織で発現している。EL17C も炎症時に高度にアップレギュレーションされるが、静止状態での存在量は少ない。EL17D は神経系と骨格筋で高度に発現しており、EL17E は様々な抹消組織に低いレベルで存在している。 イルマイナス17の調節の理解は大きく、進展視点でいる。イルマイナス17の酸性は、イルマイナス23に依存している。このイルマイナス23を介したイルマイナス17の酸性には、スタット3と NF カッパ B シグナル伝達経路が必要である。また、ソックス3もイルマイナス17の酸性に、重要な役割を果たしている。 ソックス3が存在しない場合、イル -23 によって誘導されるスタッド3のリン酸化が更新し、リン酸化されたスタッド3はイル 17A とイル17回の双方のプロモーター領域に結合して遺伝子の活性を増加させる。対照的に一部の研究者は、イル -17 の誘導は、L、イル -23 に依存しないと考えている。 インビボとインビトロの双方において、イルマイナス -23 を必要とせずに、TGFβ とイルマイナス -6 によって、L、イルマイナス -17 の酸性を誘導する方法が同定されている。こうした状況では、イルマイナス -17 の発現に、イルマイナス -23 は必要とされないが、イル -23 はイル -17 を賛成する T 細胞の生存、または、 増殖を促進する役割を果たしている可能性がある。また、強戦特異的な核内受容体であるローガンマは、イルマイナス17を産生する T 細胞の分化を指揮する。イル 17A は155アミノ酸からなるタンパク質であり、ジスルフィド結合で連結されたホモニ両体を形成する35桁の分泌型等タンパク質である。ホモニ両体の 各サブユニットは約15から20桁である。イルマイナス17は23アミノ酸のシグナルペプチドに続いて、イルマイナス17ファミリーに特徴的な123アミノ酸の領域が存在する。タンパク質中の N、結合型グリコシルカ位は生成後のタンパク質に15桁と20桁の2つのバンドが見られたことから同定された。また、 イルマイナス17ファミリーの異なるメンバー間の比較により、二つのジスルフィド結合を形成する四つの保存されたシステイン残機が明らかにされた。イルマイナス17は他の基地のインターロイキンとの類似性が見られない点で独特である。さらに他の基地のタンパク質や構造ドメインとも類似性が見られない。イルマイナス 17A と50%の類似性を持つ、 イルマイナス 17F の結晶構造からは、イルマイナス 17F が神経栄養因子などシスチンノットファミリーのタンパク質と構造的に類似していることが明らかにされた。シスチンノットフォールドは3つのジスルフィド相互作用によって安定化された2組のベータストランド体によって特徴を付けられる。しかし他のシスチンノットタンパク質とは、 対照的に、イルマイナス 17F は3つ目のジスルフィード結合を書いており、この位置のシステインはセリンに置き換わっている。この独特な特徴は、他のイルマイナス17ファミリーのメンバーでも保存されている。イルマイナス 17F の二両体化の様式は、神経成長因子や他の神経栄養因子と同様である。イルマイナス23、イルマイナス17経路は、 自己免疫疾患である感染に大きな役割を果たしていることが示唆されている。この疾患では関節や頭皮周辺の皮膚に放出された炎症成分子に免疫細胞が反応する。この応答は表皮細胞の通常よりも早い再生を引き起こし、その結果皮膚に赤く臨場の病変が形成され慢性的な炎症が生じる。 感染患者の病変部位から採取した政権の分析では、イルマイナス17を含む細胞障害性 T 細胞と高中級が豊富に存在することが示されている。このことは炎症性免疫細胞の過剰な浸順とイルマイナス17サイトカインが感染の発症に関係していることを示している。マウスで行われた研究では、 イルマイナス二十三とイルマイナス十七のいずれかを除去するすることで感染の進行が低下することが示されている。イルマイナス十七を標的としたモノクローナル抗体を注入されたマウスでは、このサイトカインの下流のシグナル伝達が遮断、または無効化され、表皮の過形成が低下する。同様に、イルマイナス二十三またはイルマイナス十七の受容体を発現しないよう遺伝子 改変されたマウスでは、感染の病変を引き起こす発がんプロモーターである12、オーテトラデカノイルホールボールマイナス13、アセターと刺激による病変の発生が優位に低下する。イルマイナス17は、表皮層のケラチノサイトを損傷したりする、炎症応答に寄与することで感染を促進する。炎症は、ケラチノサイトが、細胞周期の最終段階へ移行し、 未成熟な樹状細胞を活性化することで開始される。樹状細胞から放出されるサイトカインは死滅しつつ、ある、ケラチのサイトからの t n f α、イルマイナス1、イルマイナス6の分泌を刺激し、表皮への T 細胞、NK 細胞、探求の相加性を引き起こす。これらの細胞は、L、イマイナス23を放出し、 ス17細胞からのイルマイナス17の酸性を誘導する。ケラチノサイトの細胞表面に豊富に存在するイルマイナス17、RA 受容体とイルマイナス17との相互作用は、表皮細胞のイルマイナス6、抗微生物ペプチド、イルマイナス8、CCL20 の発現上昇を刺激する。イルマイナス6濃度の上昇は、ス17細胞の挙動を制御する。 制御性 T 細胞の能力を低下させることにより、表皮の環境を変化させる。この調節能力の低下により、感染病変部では、ス17細胞の無制御な増殖と、イルマイナス17の酸性が引き起こされ、イルマイナス17シグナルが増強される。抗微生物ペプチドとイルマイナス8は、抗中球を、障害部位に誘引し、これらの細胞は損傷し炎症を起こした。 ケラチノサイトを除去する。新たな未成熟な樹状細胞も CCL20 によって、相加性を介してリクルートされ、その活性化によって、炎症のサイクルが再始動し、増幅される。好中球 T 細胞、樹状細胞の流入によって放出されるイルマイナス17や、その他のサイトカインは、極在した、白血球や、ケラチノサイトへの作用を媒介し、 慢性的な炎症を誘発することで感染の進行を補助する。イル17回の遺伝子は2001年に発見され、6番染色体の 6P12 に位置している。特筆すべきことに、イル17回はこのファミリーの中でもインビトロとインビボの双方でよく特徴付けられており、期間自然則において炎症促進機能を持つことが示されている。イル17回は、 全速患者の軌道で明確に発言しており、その発言レベルは、疾患の重症度と相関している。さらに、イル17回の遺伝子のコーディング領域の変異は、全速とは逆の関係が見られ、野生型イル17回のアンタゴニストを高度している。イル17回は、気管脂上皮細胞、上脈内皮細胞、繊維目細胞、抗酸球において、いくつかのサイトカイン、ケモカイン、 接着分子を誘導することができる。イル17回は、イル 17RA とイル 17RC を、需要体として利用し、モップック関連経路を活性化する。イル17回は、ス17細胞、マスト細胞、抗炎気球などいくつかの細胞種に由来し、肺などで、幅広い組織発現パターンを示す。マウスの軌道でのイル17回の遺伝子の過剰発現は、 気道の高中級増加、多くのサイトカインの誘導、気道過敏性の増大、粘液の過剰分泌と関係している。したがって、イル17回は、アレルギー性器官支援に重要な役割を果たしている、可能性があり、全息の治療に重要であると考えられる。イル -17 は、免疫調節機能に関与しているため、イル -17 阻害剤による関節リウマチ、 感染、炎症成長疾患などの自己免疫疾患の治療の可能性が研究されている。2015年1月 FDA は、イルマイナス17を阻害する、モノクローナル抗体であるセクキヌマブを中等症から重症の尋常性感染の治療に対して承認した。さらに、セクキヌマブは日本では感染性関節炎に対する使用が承認されている。 高イルマイナス23抗体であるステキノマブも間接的にイルマイナス17を低下させることで感染の治療に効果的に利用することができる。動物モデルから得られた証拠からはイルマイナス17は脳卒中後の回復を改善したり皮膚癌の形成を低下させたりするための抗炎症療法の標的として示唆されている。イルマイナス17は 多発性硬化症への関与も示唆されている。活性型ビタミン D は、ス17細胞によるイルマイナス -17 の酸性を大きく低下させることが判明している。イルマイナス -17 受容体ファミリーは、広く分布する5種類の受容体から構成され、個々にリガンド特異性が存在する。最もよく記載されているイル 17RA は、イル 17A とイル17回の双方に結合し、 血管内皮細胞、末小の T 細胞、B 細胞系統、繊維目細胞、骨髄探求、骨髄間質細胞など、複数の組織で発現している。i l 1 7 a や i l 1 7回による、シグナル伝達はどちらも i l 1 7 r a と i l 1 7 r c からなるヘテロに両体複合体の存在が必要であり、いずれかの受容体の欠損によって、シグナル伝達は無効化される。 イル 17E の場合は、効果的に機能するためには、イル 17RA、イル 17RB 複合体が必要である。イル 17RB は、イル17バイトとイル 17E の双方を結合し、腎臓、膵臓、肝臓、脳、腸で発現している。イル 17RC は、前立腺、軟骨、腎臓、肝臓、心臓、筋肉で発現しており、 選択的スプライシングによって膜結合型に加えて可用型の受容体が産成される。同様に e ル1 7 r d も選択的スプライシングによって可用型受容体が生じる可能性がある。これらの受容体はこうした特徴によって未導定のリガンドの刺激作用を阻害している可能性がある。 イル -17 受容体の中で最も詳細が解明されていないイル -17RE は、水臓、脳、前立腺で発現していることが知られている。これらの受容体によるシグナル伝達は、これらの分布と同様に多様である。他のサイトカイン受容体と比較して、これらの受容体には、細胞外や細胞内のアミノ酸配列に高い類似性が見られない。トラフ6 JNK, ARC-1, 2, P38, AP-1, n f カッパ b などが、L、IL-17 を介した、刺激依存的、組織特異的なシグナル伝達へ関与していることが示唆、されている。他のシグナル伝達機構も提唱されているが、これらの多様な受容体が利用する真のシグナル、伝達経路を十分に解明するには、さらなる研究が必要である。ありがとうございます。